まずは赤コーナー、プロボクシングにおける戦績は1戦1勝、この1勝はノックアウト、公式計量は119パウンド4分の3、大橋事務所属、武井良樹。ボクシング転向、これが2戦目、連続KOを狙う武井良樹。そして青コーナープロ戦績は5戦全勝、この前後勝は全てノックアウト、公式計量は119パウンド4分の3、高崎事務所属、武田篤斗。5戦5KO、およそ2年ぶりの復帰戦、武田篤斗。赤コーナー、元 K-1 チャンピオンの武井良樹です。昨年12月にボクシング転向を表明、そして3月のボクシング転向後初戦は見事な1ラウンド KO 勝利を奪っています。さあ武井良樹対青コーナーは高崎ジムの武田篤斗。さあ第1ラウンドが始まりました。武井良樹対武田篤斗。武田篤斗はここまでプロデビューして5戦5勝5 KO、 まだ負けがない KO 率 100% のファイターです。さあ武井対この武田の一戦です。解説は川島博さんです。川島さん、どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。まず武井良樹、ボクシング転向2戦目を迎えるわけですが、どのあたり楽しみにされてますか？デビュー戦がね、非常に素晴らしい試合をしましたので、やっぱり KO をね、期待はしたいですけど、今回の相手はね、5戦5勝と5 KO と、非常にパンチがあるので慎重にね、戦ってほしいですね。はい、武井も相手の攻撃力、倒せるパンチを持っているファイターだと思うと、乱な戦になるだろうとこの試合に向けて話しています。やっと接近戦、期待のパンチの打ち合い。いやただ両者ともに打ち合いになるだろうと全然予想しているだけあって、何か激しいパンチの応酬も期待できますね。そうですね、武田選手非常にパンチありますね。なんといってもデビューして5戦5 KO、 全て3ラウンド以内に決着をさせているという武田。1、2、3、パンチを放っていきました。さあそしてボディストレート、武井良樹。川島さん、武井のスピードいかがでしょうか？非常にスピードありますね。はい、 K-1 ではチャンピオンにまで上り詰めた武井良樹です。ボクシングに転向して今日が2戦目、サウスポースタイル。とにかくこのデビュー戦から半年間はボクシングのスタイルに自分のファイティングスタイル作り変えてきたという武井良樹です。右のフックで引っ掛けた、そして左、右の使い方が非常に上手くなりましたよね。はい、ジャブまた右フックですよね。前の手の使い方が非常に上手いです。はい、デビュー戦は1ラウンドで TKO 高井和則をリングに沈めました。さあ打ってからのディフェンスです。さあ体を入れ替えました。武田選手も非常に緊迫感ありますよね。はい、パンチがあるんでね、試合内容は非常に引き締まってます。グラッと、これもものすごい音が羽原家の方に響き渡りました。右のジャブを放っていった武井良樹です。武田は2019年の東日本新人王戦ベスト4まで勝ち上がりましたが、練習中に右の拳を痛めました。結局東日本新人王戦はその後は辞退しています。そして1年後今度は左の拳を痛めると、この2年間怪我に泣いたボクシング人生、ようやく迎えた復帰戦です。2年2ヶ月ぶりのリング。その前 の、 左ボディが非常に有効だですね。なるほど、下に意識を集中させて上に持ってきましたよね。上下の打ち上げがやっぱり非常にうまいです。デビュー2戦目のデビュー戦となるく1ラウンド決着、場内からは万歳の拍手が送られています。ビッグボクシングフェニックスバトル本日のメインイベント、ものすごいスピードでした。レフェリー染谷道明がこの試合をストップしたタイムは1ラウンド
2分57秒1ラウンド2分57秒テクニカルノックアウトによりまして見事 K-1 からボクシングリングのデビュー2戦目も場内を沸かす見事なテクニカルノックアウト勝利。そのポテンシャルの高さ、実力の高さを見せつけました。さあ振り返りましょう。左ボディですね。でここから右の奥を返してるんですよね。あ、上下の内訳、見事なこのコンビネーションですね、はい、その時にガードが開いて、こちらも武田の方も左フックを打とうとしてますよね、まあ、武田の方も狙ってましたよね。なるほど、カウンターを狙ってた、はい、ただこの武井良樹のポテンシャルの高さ、世界チャンピオンを目指しますと宣言している武井良樹、こんなところで負けている場合じゃない、サクッと倒してみせます、そう話していた武井です。勝ちました武井良樹選手には勝利者賞といたしまして、イベント協賛スポンサーであります朝日飲料よりウィルキンソン炭酸1年分が贈られます。それではお待たせいたしました、ボクシングでの2戦目も見事なテクニカルノックアウト勝利でした。武井良樹選手です。おめでとうございます。ありがとうございます。こんにちは、足立区から来た大橋ジムの武井です。まずはじめに、武田選手ありがとうございました。デビュー戦も鮮烈でしたが、今日の2戦目はそれを超えるインパクトだったようにも感じましたけれども、手応えはどうでしょうか。そうですね、やっぱり、まあ、ボクシングに来たので、やっぱちょっとボクシングっぽいスタイルをちょっと目指して、はい、ちょっと結構ジャブをついて、その中で当たるなって思って、はい、右フックでを当てました、はい、ガツンって感じじゃないんですけど、はい、しっかりタイミングよく当てられたのかなと思います、はい、ボクサー武井良樹としてはご自身を今どうこの2戦目を終えて感じてますか。そうですね、やっぱりまだ、まだ僕まだ2戦目なので、ボクシングは、ここから次が8回戦になるのかなと思うので、まあ、ここから本当にどんどんまた強い選手レベル上がっていくので、まあ、その中で勝たないといけないので、はい、まだまだここからですね、はい。試合が決まった瞬間、リングサイドで大橋会長が思わず驚いたなってつぶやいてましたけれどもはい、ご自身としても今日は本当に手応えのある勝利だったんじゃないでしょうか。そうですね、まあでも、はい、本当にここで全然僕は満足してないので、はい、ここから頑張らなきゃいけないので、はい、皆さんこれからも応援よろしくお願いします。今日の試合内容はリング上の八重樫トレーナーもおそらく満点でしょうかね。丸をいただきました。八重樫トレーナーからも丸をいただきました。これからどんな先夢を描いていらっしゃるか改めて聞かせていただけますか。はい、まあ、僕は K-1 チャンピオンだったんですけど、チャンピオンベルトを置いてここのボクシングに挑戦しに来ました。はい、もう僕は背負ってるものが大きいので、はい、それを覚悟を持ってどんどん強い選手と戦って、結果を残していって、八重樫さんや大橋会長、あとパワーボディの古川会長のためにも、どんどん勝っていくので、皆さんどうか応援よろしくお願いします。ありがとうございました。ボクシングでの頂点を期待しています。見事な勝利でした。武井良樹選手です。おめでとうございます。ありがとうございました。川島さん、改めて振り返ってみてどんな感想をお持ちですか。いや、もう本当にすごいの一言ですかね。この2戦でこれだけのボクシングが完成されてる、はい、またあの右の使い方も非常に良かったですし、フィニッシュブローまでのその駆け引きだったりとか、そういうのも超一流でしたね。はい、ボクシングからのボクシングの世界へ転向した武井良樹、プロ2戦2勝 2KO、 今日も見事なノックアウト勝利でした。